はい、フリーライターの今一生です。今日もですね、ジャニーズ問題を風化させないために、えー、短い動画を撮ります、えー。まずジャニーズ問題ね、みんな忘れないでほしいんですけれどまず、被害者に対する保証は、えー、今被害、えー、保証金を求める被害者がまあ940人以上いるんだけれどもそのうち実際に保証金をいただいたという方はまだ2割程度に過ぎません。つまり8割の、えー、被害者は まだ保障されていないんです、つまり、えー、被害者保障が遅いというのが一つ、でまあ、他にもいろいろ問題あるんだけど、とにかく遅い、でも,もう一つ、えー、2番目、えー、そうした被害者が被害を告白すると、SNS 上で誹謗中傷をされてしまい、実際そのことによって二次被害を受けているので、えー、お亡くなりになってしまう方もいらっしゃるというぐらい、誹謗中傷対策をちゃんとスマイルアップがやっていません。はい 有効なスマイルあの対策というのを取っていないので、まあ、ある、ね、民間団体に金出して丸投げしているだけの段階なので、ひぼう中傷が止まっていません。そして3番目、ねえーえー、被害者への補償が、ね、進んでいない、遅いと、ひぼう中傷対策が、えー、まともでない、ね、ちゃんとできてない、そして3番目です。ね 何が問題だったのか、子どもが1000人以上被害に遭ったという、とてつもない人類史上最悪の事件だったわけだから、当然、再発防止策っていうのをやらなきゃいけないのに、これが具体化されていない、具体化されていないままですね、子どもを働かせてるんですよ、スマイルアップ関連企業。まあ、実際にはね、 ジャニーズアイランドという社名だったところで、まあ、イノッチが社長でね、えー、ジュニアの育成をやっている。で、ジュニアの育成っていうことは、実際にはレッスンさせながらも舞台に立たせて働かせてるわけですわ。で、それだけではないんですよ。いろんなところでね、あのー、ジュニアの子たちを働かせています。だけど、再発防止策がない。ってことは、どういうことなのこれ、危険にさらされながら、うん、子どもたちは働かなきゃいけないわけですよ。 でねえー、こういうニュースが入ってきたんですね。まあ、去年ね、えーオール、オールジャニーズジュニア2 0 2 3ワッショイキャンプ・イン・ドームっていうイベントが去年8月に行われました。でカトゥーン u の亀梨和也さんが演出を担当していました。でこの、ねえー、8月に東京ドームで行われたオールジャニーズジュニア2 0 2 3ワッショイキャンプ・イン・ドームっていうのは、 あの6歳から28歳までの総勢200人の東西ジャニーズジュニアが集結したという一大イベントです。ね、ジュニアですから、もちろん28歳までといってもね、6歳から17歳までの未成年が多いわけですね。で、未成年を働かせるためには、当然だけれど親,と親,親があの契約の主体になるんです、契約代行者になるんですね。 だから子どもの意思がどこまで反映されてるか分かりません。まあ、子供がコロコロ、ね、みんな、ね、これを見てる皆さんもそうでしょ、子どもの頃ってコロコロさ、自分の興味って変わるじゃない。だから6歳から働かせていたとしても、ね、10歳ぐらいでは別の興味、ね、15歳ぐらいでは別の興味に移っていくのが普通なんだけれども、とにかく6歳から働かせてしまうわけですよ。でしかも再発防止策がないところで働かせる。 で、で、イベントが終わりまました。でえーまあだから去年だからさ、恐ろしいのは、あの、9月、10月にジャニーズは記者会見で、あの、ジャニー喜多川によるこっちの加害の事実を認めましたけど、その前の8月にこのイベントっていうのは行われてたわけだね。で、当然だけれど、もうあの事務所はもう1000人,人以上の子供が被害に遭いましたって認めてるのに、何が起こるんでしょう。 と思ったらこの去年の8月のイベント、ワッショイキャンプね、ワッショイキャンプ、ジュニアが総出演したワッショイキャンプの写真集や写真展をやるそうです。まあ、写真集はまあ出版されるってことだよね。はで、このね、なんでそんなことが行われるかって言ったら、演出を担当したカトゥーの亀梨さんがね、写真集の制作決定を。 発表したんですよまあ、彼自身の発案だというふうに、えー、報じられていますそれが、えー、モデルプレスの、えー、っとこれはね今年2月20日の付けのオンライン記事ですまるでいいことであるかのようなプレスリリースであるかのような記事が <laughs> あのの載ってます ちょっと待っとと、待てよ再発防止策もはっきりしてないのに子供を働かせてるっていうこと自体がおかしいでしょ親御さん安心できてないと思いますよ社会。社会も許さないですよ。再発防止策きっちりやってないっていうふうに。あの再発防止っていうのは点検項目リストがないとおかしいわけだよね。例えば子供と大人が2人がで、 えー、密室に入ることは、社内規定で許さないとかさ、そういう点検リストこれはちゃんと守ったとかね、監視カメラを全部毎日チェックする、はい、これも守ったとか、点検リストになってないとおかしいんですよ。で再発防止策のあのについて説明するスマイルアップのホームページではあの、細かいことは載っていません。研修やりますとか書いてあるけど、研修の中身もはっきりしません。やったかどうかも報告されていません。っていう具合に、 ね、同じ,こと同じ、ね、子供を切りつけるような、えー、ことが行なあのされないようにねあの、子供を守るような再発防止策っていうのは、具体的にないんですよ。やったかどうかも報告されないぐらいだから、その再発防止策の、ね、研修をや,ったやりますって予定は書いてあったけどね、だそのようにして、再発防止策がきっちりしてないときに、なんで子供を働かせんのと去年はイベントで1回 まだ記者会見前だったから、まあそれぎり政府だとしてもですよ。政府だとしても、そのことを写真集とか写真展をやるっていうことは、当然だけれどね、えー、ファンしか行かないかもしれないよ、イベントは。だけどさ、写真集とかさ、は残っちゃうよ。デジタルタイトル的にも残っちゃうだろうね。しかも、あのー、ジャニーズのさ、ジュニアの子たちって、あのー、いわゆる芸名じゃなくて本名なんだよね。 だからその時は6歳とか7歳とかちっちゃい時はそれで可愛がられて人気かもしれないけれどもその後人気が出なくなったり辞めたりした後にネット上にデジタルタトゥーとして名前と顔が残っちゃうんだよ恐ろしいと思わないあとでさお前さジャニーズだったんだろうっていう風に中高生ぐらいになってから言われてさ ね、そうすると、ね、ジャニーズというだけでもう色眼鏡で見られるんだよ、ファンの人は信じないかもしれないけど、一般人から見れば、ああ、あいつジャニーズ所属、スマイルアップってことは旧ジャニーズだねっていうことで、ああ、あいつもやられたんだなっていうふうに思,思ってしまう人もいるわけさ、実際に。もちろんそれは偏見だと思うよ。だけどそういううい色眼鏡で見られてしまうのは 当然だけれど、ジャニー喜多川の犯罪が長年、50年ぐらいにわたって行われ、なおかつ1000人以上は少なくともあの被害者がいるっていう、とてつもないはあの犯罪だからですよ。で、この後、ね、あとね、このあとっていうのは、去年の8月のこのワッションキャンプの後にあのに、ジャニーズ事務所が発表してたのは、ジャニーズジュニアの制度改定っていうものなんだよね。で何それって話だだと思うんだけど、 <laughs> あ,あごめんなさい、あのね、2023年3月からだから、あの去年のキャンプの前だキャ、キャンプの前に適用された制度改革っていうのがあって、それはジャニーズジュニアの活動を満22歳までとする年齢制限なんだよね、満22歳までがジュニアとして扱われる、子どもとして扱われるわけよ、ジャニーズの場合は。<laughs> まあ、どうかしてるよね。 ちなみにあの日本の民法上の成人大人っていうのは18歳ですよ。だけどジャニーズジュニアのでは満、まあ、22歳まではジュニア扱いするらしいですね。それもどうかしてるよね。っていうのはさ、やっぱり多くの日本人に。 このジャニー喜多川によるとんでもない事件だっていうあの認識が足りなさすぎるんだよ、深刻さが分かってなさすぎるんだよ、多くの日本人が。でね、えー、再発防止特別チームっていうのが、旧ジャニーズ事務所がつ、うん、依頼する形で、社内調査をやったよねで、その時の調査報告書にこのように書かれているんだ。 ちょっと読んでみるね。ジャニーズジュニアが接する大人は基本的にジャニー氏と振付師とマネージャーのみ、ジャニーズ事務所の社員とも接点はなかった。マネージャーがジャニーズジュニアをジャニー氏の自宅へ送り迎えし、ジャニー氏の自宅でジャニーズジュニアがジャニー氏の加害に会うこともあった。 ね、被害者の中には、スタッフはジャニー氏がジャニーズジュニアの体を触る行為を日常的に目にしており、スタッフってことは社員だよね。スタッフもジャニー氏の加害を知った上で隠していると考えており、ね、ただ社内ではの加害はタブーであり、スタッフに相談できる雰囲気はなかった。という、ね、マネージャーはジャニー氏の家に行って泊まったジャニーズジュニアがジャニー氏と。 一緒にリハーサル室に入っていくのをマネージャーも見ているので、加害のことは分かっていたはずと述べる者もいた、被害者の中には。で加害が繰り返された合宿所の部屋につき、合宿所でジャニー,ジャニーズジュニアが雑魚寝をしていた風呂トイレ付きの広い部屋は、ジャニー氏の書斎とは部屋続きとなっており、ドア一つで出入りできたが、ね、廊下に面したドアは、 夜間施錠されていた、一度あるタレントが夜入ろうとしたら、ジャニー氏から入るなとひどく怒られたことがあった、ジャニーズジュニアが寝ていた部屋は、マンションフロアの中ではジャニー氏のプライベートエリアで、同、ね、縮、えー、していた他のタレントも夜は近づくことがなかったし、中の様子は分からなかったと述べるものもあり、この部屋内部の状況が秘匿されていた状況がうかがわれる。 ジャニーズ事務所では、ジャニーズジュニアを採用する際に、所属関係の契約書などを締結していなかった。ジャニーズジュニアは未成年として弱い立場にあるにもかかわらず、その権利の保護を受ける法的な手当がなされていなかった。例えば、ギャラについて事前の取り決めがあったわけではなく、交通費も現地で実費を支払うという運用を行っていた、また突然来なくてもいいと言われて辞めさせられる,と辞めさせられることがあるという供述もあった。 ジャニーズ事務所では、ジャニーズジュニアを採用する際に、所属関係の契約書などを締結していなかったんだね。で、ジャニーズ事務所は、ジャニーズジュニアを稼働させるにあたって、ジャニーズジュニアの親とこまめに連絡を取って、連携を図るような体制を取っておらず。 ジャニーズジュニアに何らかのトラブルが生じても、親が適時に把握して介入して解決するという対,対応をすることができない状況だったこのように、ジャニーズジュニアは被害を受けても周囲の者や親に相談することができない状態にあり、このような状況下でジャニー氏のジャニーズジュニアに対する加害が繰り返されていた頭痛くなってくるでしょ。 ここまで深刻な指摘があるのに再発防止策が具体的に示されてないんだよ。それで6歳の子を働かせたりしてるんだよ、今でも。しかもそれを写真展に出して顔も名前もデジタルタトゥー化させようってわけだよ。その子たちには未来があるよ、将来があるよ。なのになんで写真展とか写真集とかさ。 下手すると youtube にだね。顔出し、名前出して出したりしてるよね。じゃあ何一生その子の面倒を見るつもりでいるの？ありえないでしょ。やっぱりさ実力があってもね。やっぱりね。芸能界っていうのはね。運が左右するんだなと僕は思いますよ。すごくいい歌を歌ってる。シンガーソングライターですら、やっぱりね。あの知名度がなければ売れなかったりもするわけだ。 だからさ、そういうふうにさ運がやっぱり左右する、その時代の空気が左右するっていうところにが人気に左右してしまうからさ、ね、6歳の時に可愛がられても、10歳ではわからない、15歳ではわからない、しかも自分の芸能活動が、旧ジャニーズ事務所に所属していたというだけで、お前、ジュニアだったんだろうって言われるだけで、後ろ指さされちゃうんだよ。 その,その子供が悪いわけじゃないじゃん。それはスマイルアップなりアネックス、つまりジャニーズアイランドだよね、元の社会社名は。だからそういうふうにさあの、子供を守るための再発防止策がなければ、子供はただ働かされて、しかもそれが、ね、あの正当なギャラかどうかもわからないんだよ、秘密主義だから、スマイルアップは、は中ジャニーズ事務所の文化と、企業風土だよね、これはね。 だからそういうことも含めてさ、命が全然さ、なんていうかな、あの具体的な再発防止策を発表しないのは非常に罪深いことなの。で、おそらくファンの人は別にさ、子供がさ、何されてもさ、ね、全然私の責任じゃないしって思ってると思うよ。だけどさ、それは男の子だからだと思ってるかもしれないけれど、じゃあ女の子が同じことされたらどう思うんだ自分と同じ同性の女の子がさ、 せーのさ、さ、を受けたらさどう,思うんだ。ファンの女性に対して今日はこのあと記事を読みたいと思うそれはね「初体験誰に捧げるアイドルを夢見る少女への暴力」っていうのが2020年だから4年前の12月1日に朝新聞に載りましたちょっとこれ読んでみます名古屋を拠点にアイドルとして活動する女性は中学3年の夏に体験したことを忘れられない 1000人規模のライブになるチャンスをあげる入ったばかりの芸能事務所は大手とは違い地方での活動が中心プロデューサーの男にそう言われて水着姿で浜辺のステージに立ったビキニなんてやだ恥ずかしさをこらえて本番に臨んだ観客は10人ほど騙された帰り際男に出来が良かったから話したい一緒に帰ろうと言われ車に乗せられた初体験は誰に捧げるの 男は薄ら笑いを浮かべ、ステージと関係のない話題を振ってきた。助手席で返事に困ると、左手で太ももをなで回された。気持ち悪い。体が固まり、声が出なかった。自宅に近づくと、男は急に方向転換し、車を人気のない山の方へ走らせた。男がエンジンを止めた瞬間、女性は車のドアを開け、自宅まで約1キロの山道を走って逃げた。 後日他のアイドルの子から歌を見てやると言われてカラオケボックスに誘われたと相談されたそれから数ヶ月もしないうちに男は姿を消した所属アイドルに手を出した周りではそんな噂が広まった歌手の宇多田ヒカルさんに憧れ大勢の人たちの前で歌いたいと芸能の世界に飛び,飛び込んだ周りの少女がステージから避妊具や生理用品を投げさせられたり ファンの男性と2人きりでトイレの個室に閉じ込められたりする様子を目の当たりにした。夢見る純粋な気持ちを利用し、ね、を売り物にさせる大人がいることが許せないと憤る。女の子も感覚が麻痺して、何とも思わなくなる。今も被害に遭ってる子がいるはず。少女がミニスカートから下着を見せつけるように踊り。 カカメラをを構えたファンが一斉にスカートの中を撮影する。地方のアイドルグループのライブではそんな光景も珍しくない。業界では性の商品化は珍しいことではない。東海地方のある芸能事務所の経営者はそう明かす。アイドル志望の女の子の中には親からギャを受けてきた子や、ね、家に安心できる居場所がない子も少なくない。愛されたい、認められたいという少女の弱みにつけ込み、契約書を交わさず。 保護者に内緒で芸能活動をさせるる悪質なケースもあるという。弁護士らで作る芸能人の権利を守る日本エンターテイナーライツ・ ERA はご当地地下アイドルの労働実態を把握しようと2019年1月からインターネット調査を実施した2019年8月にまとめた中間報告では活動する人の約3割が事務所との契約書がないと回答した。 事務所から不当な扱いを受けたことがあると答えた人は約8割、セクハラを受けた、セクシービデオへの出演を要求されたなどの実態も浮き彫りになった。ERA の、えー、っとこの人はね、笠井邦孝弁護士はこういうふうに言う、CD が売れなくなり、握手会や撮影会がアイドルの大きな収入源になっている、過度な身体接触は性の搾取になりかねないと警鐘を鳴らす。 事務所がファンとの身体接触を強要したことでアイドルが精神的な損害を負えば違法となり行為によっては、えー、強要罪にもなりうるという10代前半からの半ばの少女たちが出演し水着姿の胸元や下半身が強調される内容の DVD もある中学生の時にアイドルとして活動した20代の女性は小中学生に 行為を連想させるポーズを撮らせる撮影も当たり前のように行われていたと振り返る嫌がる少女もいたが事務所から有名になって芸能人になれるかもしれないぞと言い含められていた出演,出演料は1作品あたり10万から100万円ほど多数の男性ファンが少女を囲む有料の撮影会も開かれ子どもが稼ぐお金をあてにする親も少なくなかったと女性は話す。 ククラクラしてきますね。アイドル業界に詳しいライターの小川美奈さんは言う過去の映像がネット上に流出していることを知りトラウマのような感情を持つ子もいると、えー、露出度の高い水着撮影などは今も絶えない子供にとってリスクとなりうることを親もよく考えてほしいと話す日本でアイドル取材をしたことがある、えー、フランス人ジャーナリストの西村カリンさんは ライブ会場で未成年の少女のグループに中年男性が群がる光景は不自然で異様だった。フランスをはじめ欧米では社会が許さないと語る。母国では未成年のアーティストはいても性的な対象とみなすことはない。日本人がそれをよしとしていることに違和感を覚えるという、これが世界標準だからね、みんな。6歳の子がジュニアだと言って、女性ファンがもう、おばさんファンがもう群がってるじゃさ、ジャニーズジュニアのビジネスモデル自体が。 なんだよ、世界から見ると。加害者治療にあたる性障害専門医療センターの心理師玉村明子さんは言う。日本では子どもが性的に描写された漫画やアニメが合法とされるが海外では容認されない、ね。小学生アイドルに熱狂する男性ファンが抵抗なく受け入れられるのは子どもを消費の対象とすることに寛容な文化の表れと見る。子どもの性の商品化について日本でも消費者や 提供者への規制を強化し、加害行為があった人への、えー、あった、つまり被害,に被害を受けた人への治療を進めるべきだと呼びかける。本当にそうだよ、ね、で、まだあります、去年の3月にね、えー、こんな記事もありました、日刊現代の記事です。18歳の少女は200回も YP 被害に。 ステージで歌い踊り、ファンからの声,優声援に笑顔で振りまく、そんなアイドルグループのメンバーだった18歳の少女が、中学生の頃から約200回、YP 行為を強要されていた。手を出していたのは、児童福祉法違反容疑で逮捕された芸能マネ,マネジメント会社の実質経営者、星野裕二容疑者37歳だ。秋葉原駅からほど近いところの自分名義のマンションにこの少女を住まわせ。 センターのポジションを与える一方、要求に応じなければグループ内でポジションを失うと思い込ませていた、同じグループでも他のメンバーのグラビア撮影がかん関東近郊だったのに対し、少女は国内外のリゾートに連れ出して言いなりにしていた、グループのプロデューサーという立場を悪用し、少女を食い物にしていたんですと、スポーツ誌芸能記者が言います。タ,<ッ>タレントを商品とする芸能プロで、そんな輩がいるなんて信じられないという声もあ上がるが、どうなのか。 アイドルが一般からは手の届かない高値の花の存在であった時代は遠く、今は会いに行けるが基本。某芸能プロ社長は、ね、こういうふうに言う。今回のケースは氷山の一角ですよと。大手有名プロの新人大 しなり物入,入りでデビューとか、社を挙げて宣伝に怠米を投じて売り出すタレントでもなければ、自分の身は自分で守らなければならないのが実情です。ですから、アイドルの女の子もタレント志望の少女たちも何かあるとスマホト録したりしている、やり取りの残るラインではなく、電話を多用されてもその通話を録音するアプリを使ったりし、そもそも応答しない子が少なくないですねと。 それ,だけそれだけ危ない仕事や担当者がバ調料ばっこしているということかと。とするとねこうあの、今も色仕掛けでプロデューサーをたぶらかそうとするタイプもいますけど、タレントを女として支配しようとする男が圧倒的な業界ですから、色仕掛けで来るタ,タイプではなく、アイドルを夢見る女の子を服従させていくのが楽しいんだと豪語する輩もいましたと。タレントとしての才能を開花させるのではなく、女として支配しようとする悪徳プロデューサーの言い分は、 彼氏ができたりすると仕事がおろそかになるという理屈らしいクラクラしてくるよね。自分の娘かそれ以下の少女が泣いても怯えてもお構いなし勝つだけ強くなれるような、などとヒット曲をスタジオに大音量で流しながら手を出している悪夢のような場面もありました今回はグループを脱退した少女が警視庁に相談して発覚した。 原とい,いこうした輩が依然として野放しの芸能界はやはり闇が深い星野容疑者は自立関係は弁護士に相談してから話したいと供述しているというもうねため息しか出ません結局さいろいろさ相手の足元を見てつまり子供の足元を見てさ ねえ君は今6歳かもしれないけどいろいろ我慢しておけばあとです君はスターになれるんだからって言ってさ、ね、会社としては君を守ってあげる仕組みはないけど、ね、あるいは、ね、一方的に何の根拠もないけども、ね、お大人の、ね、自分を信用してっていうふうに子供に言ってるわけよ命がそれと同じなのよ再発防止策がないっていうのはそういうことだよ 君を守る仕組みはないけれど、俺を信用しろって言ってるわけよ、命は。そういうことが他の地下アイドルの世界にもある、芸能界にはあるってこと、つまり他の人に相談させないようにするんだよ、そうやって。恐ろし,恐ろしいでしょ。子供に知識も与えないんだよ。されたら嫌なことは断っていいっていう当たり前のルールを教えないんだよ。 事務所は神じゃないから。事務所は儲けたいだけだからね。事務所に正義なんかあるわけないじゃん。ないよ。正義なんかないんだよ。だから事務所がやりたいことをやらせたいことと、ね、芸能人である子供がや,るやりたいことがずれてくるときに、自分を選んでいいんだよって教えるのが、まともな教育であり、子育てでしょ。ね、無理して、ね、あの、 例えば少女アイドルだったら無理してさそんなビキニ着なくていいし、ね、あの無理してなんかあのいやらしいポーズを取る必要もないよと教えるべきなのは大人の役割なのにとにかくジュニアが東西集まるからみんなで集まればあの、ね、人も入ってもかお金儲けになるからお前にもギャラも入っていいだろうっていうふうに子供を諭すのはそれは何だろうな。 ビジネスだよねだからお前がいろいろ他のところであの、ね、誰かにさパワハラ受けたりセクハラ受けたりしてもね言っちゃだめだよ。で実際この,あのジャニーズの,あの再発防止特別チームの調査報告には社員からの被害もあったっていうふうに書いてあるわけ調査報告書に公式に書いてあるんだよ。 ジャニー喜多川みたいな社員がいるんだよ。しかもそれを特定して追い出したっていうことも聞かないよね。それどころか、社員の多くが、ジャニー喜多川が何をしてるかを知りながら、ジャニー喜多川の自宅にジュニアの子たちを届けてたんだよ、車で。そんな見て見ぬふり文化の中で、ね、再発防止策もないまま、まあ、ほとんどないよね。 だって明らかに具体的にないんだから。再発防止策がない会社で、6歳の子がステージに立って、君がキラキラ輝いて努力すればね、うちにお金がどかどか入るから、君にちょこっとあげるよっていうビジネスを未だに続けてるのはいいことなんですかね。子供騙しっていうんじゃないですかね、そういうのは。それに騙される親も親だよね。だけどさっきちょろっと出てきたけれども。 親が金がない親が金な金が金ないっていうさその、そういうある種の貧困家庭の子供をターゲットにしていたっていうのがあるよ。で、実際さ、日本の経済を考えるとちょっと興味深いのは、80年代に他の金取るようでジャニーズ事務所っていうのは人気を爆発させて利益を倍増、どかーンと増やすんだよ。そして、90年代に入ってくると、バブルがはじけて、みんなどん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 こう、う何て言うんだろう、日本経済が落ちてくるわけだよね。 でその中でどか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 ジャニーズのアイドルスマップだったり嵐だったりねカトゥーンだったりねスノーマンだったりが出てきてで考えるとさやっぱりさ貧しい子でジュニアに入って頑張らないとうちのお父さんお母さんを助けられないから頑張るよって言ってる子が。 よし、じゃあ自分は芸能活動で頑張ってお父さん、お母さんを助けようと思ってた子が被害に遭ってきたんだよ。っていうことも、そういう図式なのかもしれないわけだよね。だから僕、それやると本当にため息を覚えあのついてしまうよ。みんなさ、もういい加減テレビも新聞もジャニーズ、 の問題を深掘りしなくなってしまったけれども、それでいいんですかね、亀梨君と。あなたがもし結婚してさ、子供が生まれて、その子供が被害者にあっても、そういうもんだから芸能界は、と言うんですか。やられても頑張れ、って言うんですか。違うよね。そんな会社があっちゃいけないんだよ。 再発防止をまともに取り組まないような会社,が会社で子供を働かせちゃいけないんだよ。だから本当は新聞とかテレビがさ、ジュニアの親たちを取材するっていうことをやればいいのに、誰もやらないよね、なんでなんだ社員ジャーナリストの人はさ、やってもやらなくても、し取材してもしなくても、ね、高級取りなんだ、年収1000万超えてんだからさ、やればいいじゃん。現役ジュニアの、ね、お父さん、お母さんに、ね、聞いてみました。 はい、ちゃんと契約書を取り交わしてますかとかさ、ね、子供はがもしあの芸能じゃなくて別のことに興味を持って,てやったときに、芸能やめてもいいと言いますかとかさ、ね、あるいはジャニーズアイランド、今はアネックスという会社から再発防止策について具体的な話は聞いてますかとかさ質問すべき、親に質問すべきこともいっぱいあるのに、なんで朝日新聞もや NHK もやらないんですか。 子供が1000人以上さ被害に遭っても、この国は動かないんだなってことを本当に僕は痛感してます。だから子供を大事にする文化が歴史的にない国なんだってふうに普通に僕は思います。子供をね、私なりに愛してるなんて言ってる人がいたら、僕は単なる欺瞞だと思いますよ。だからどんな大人も信じられないっていう,ふうに子供が思うのもわかるっていう気がする。 だから子供からね、俺信用されなくなったらお大人として人としてアウトだなと正直思ってんの。子供を安心させられるような人間に僕は少なくともなりたいと思う。まだまだ子供を安心させられるようにはできてないかもしれないけど、やっぱり大人がさ、おちびちゃんとかさ、ガキとかさ、差別用語は平気で使うじゃん、子供に対しては。もうなんかさ、 もう僕も毎日こういう動画撮ってて疲れたりため息ついたりして本当につらいんですけどでも一人でも多くの大人に考えてほしくてこういう動画を撮っていますまあそうだよないろ,いろちょっとジャニーズも掘り下げないとまずいよなと思ってもらえたらぜひ Facebook や、ね、あ X や LINE にこの動画を拡散してください本当にお願いしますあの動画の下にある共有っていうボタンを押せばあの拡散できますから ぜひよろしくお願いします。それと、あのこのチャット欄に参加するには、あのチャンネル登録が必要なのでこの、この辺かな、僕の写真をクリックするとチャンネル登録ができますので、よろしくお願いいたします。あと、メンバーシップもやってます。あと、毎週金曜日には夜9時から生配信もしてますので、ぜひチャンネル登録をお忘れなく。えー、では、また見てくださいね。じゃあね。